大将軍大将軍繁華蔵大将軍八、神社片徳で前大将軍は御妙堂において、包囲の吉祥を司る八将神の一、魔王天皇とも呼ばれる大騎士院。仏教での本寺は高寺在天。古代中国では、明けの明星を広明、き、宵の明星を長かの絵、または大白と呼び、軍事を司る星神とされたが、それが、日本の御妙堂に取り入れられ、 大白神や近神、大将軍となった。いずれも金星に関連する星神で、金家は刃物に通じ、荒ぶる神として、特に暦や方位の面で恐れられた。大将軍は三年ごとに京を変え、その方角は万事に京とされ、特に土を動かすことが良くないとされた。大将軍の方角は三年間変わらないため、その方角を読むことを三年ふさがりと呼んだ。ただし、 大将軍の遊行日が定められ、その間は教示がないとされた。年ごとの方位は十二死によって以下の通り。遊行日は以下の通り。大将軍は後頭天皇の息子とされ、須佐能と同一視された。京都では、官武天皇が平安慶戦との直後、大将軍を祭人とする四つの大将軍神社を司法に置いた。ただし、現在の所在は、 以下の通り、これらは現在ではスサノオを祭人としている。またこれらとは別に、祇園者も大将軍を祀っている。また、北宅には大将軍という地名が残っている。2000年4月、山形市の下水道工事で、工事を断る世帯が多く、父として進まないというニュースが、TV や雑誌で報道された。工事を断る理由の一番目は、経済的理由であり、 その次に多かったのが大将軍であった。西暦2000年は、立都市で大将軍は、北の方角におり、住民たちの多くが、屋敷の北に、浴室や便所があったため、工事が進まぬ結果となってしまったわけである。片意味呪実は、かつて徳川家が天下を取っていた時に禁止したものの、徳川家の支配があまり強く及ばなかった山形県には、 それが残ったというのが山形県に現在でも固い未樹実が残っていることの由来と言われている。ありがとうございます。